そうだ、最近さ、そのなんか私のその家族の呼び方が気に入らないみたいな言葉だ、コメントをする人もいるんだけど、私はその、例えばさ、夫とかご主人、ね、だから主人っていうのもさ、古い言い方で、その家の中の主たる人間が男だっていうのは男尊女卑だとかっていう人いるんだけど、もうさ、それを言い始めたら、その、なんていうかな、私その真理の講義をしてて、正しい日本語の講座をしてるわけではないのでね、話がそれちゃうんですよ。正しい日本語講座じゃないから、私のチャンネルってさ。だからもちろんその日本語を直してね、指摘してもらうのはいいんだけれども、読み方間違ってるよとか、この間もあったんですけど、ただね、その私本とか書いてるから、かなり日本、本もさ、10冊とか何冊も書いてきてるから、自分でライターさんつけたことないんですよ。全部自分で書いてるんですよ。だからかなり日本語はすごい気をつけて、書くときは気をつけてるんだけど、話してるときに私が大事にしてるのっていうのは、このままのテンションでちゃんと話し言葉で伝えるっていうことをすごく気をつけてるんですよ。で、書き言葉みたいに原稿読みながらだったら皆さんの心に入っていかないんだって。だから私も YouTube 動画一本撮りだし、ライブでもこのくらいめちゃめちゃ喋れるんだけど、だからその夫って言ったり、ご主人って呼んだり、その嫁って呼んだりとかってことに過剰反応する人は、そもそもなんでそこに過剰反応してるんだろう、私って考えてほしいです。そのさ、お嫁さんっていうのもさ、確かに辞書引くと、親から、息子側の、旦那側の親から見て、その、お嫁さんって言うんだよね、その女性、お家に来た人を嫁って言うんだよ。だからその夫の反対語は妻ですよとか、確かにそうなんだけれどさ、今もうさ、普通に話し言葉で、特に男性って、日常生活の中で、男性ってさ、うちの嫁がとかって言うんだよ。うちの嫁さんがさ、とかさ、普通に嫁っていう言葉をむしろね、愛称的な感じで使うの、口語の中で男性って。で、その男性が、うちの妻がさ、って言わないんだよ、カジュアルな場所で。これ伝わるでしょ、皆さんも。だから、うちの妻がって言うのってね、なんかこう説明をしていく上でも私も違和感を感じるわけ。普段の自分の生活の中にそういうこと言う人がいないからさ。ただまあ、その嫁っていう言い方が差別だみたいな、気に入らないみたいなことを持つ人もいて、まあ、それは意見としていいんだけど、私はその、ここは心理学の講座っていうか、心理学を皆さんに伝えたくて、私の目的っていうのは、正しい日本語を皆さんに伝えることよりも、なんていうかな、こう、伝えたいことがさ、皆さんの人生が少しでも良くなったらなっていう気持ちでいろんなお話をしてるんでね。まあ、これはちょっとさ、一本動画を撮ってもいいかなと思うんだけど、ちょっとね、私も正直もうね、なんかがっかりしちゃって、なんかこんなに一生懸命、こんな深い内容の話を、少しでも多くの人が元気になってくれたらいいなと思って、無料でね、私も何かこうできることがないかなと思ってやってるんだけども、なんでそんな重箱の隅をつつくような話をしてきて、肝心の内容には触れてくれないんだろうとかね、いろいろ考えるわけですよ。これって多分その人の中のここ揺さぶってるから、ここに向き合いたくなくて話をすり替えて言ってるのかなとかさ。で、これね、一本動画撮ろうと思ったんだけど、こういうのがね、私日本人が英語喋れない理由なんじゃないかなって今日すごい考えてたんですよ。いや、っていうのもさ、日本人ってさ、ちょっと英語を喋るとさ、発音がちょっとだよねとか、文法間違ってるよねとか、三単現の S 忘れてるよねとかって言うんだけどさ、特に東南アジアとか行ってごらん。特にシンガポールなんて英語が標準語になってるんだけど、シンガポールの英語でさえ、もうめちゃめちゃなんだから。だから、そのね、ちょっと話が脱線してるんだけどさ、なんて言えばいいかな、これ、なんて言うかな、例えばさ、でもどうしようかな、下手な英語披露するの嫌なんだけど、まあいいか、例えばさ、私がさ、カフェインを取ったら、具合が悪くなるよっていう話を、英語でしたいとするじゃん。そうすると、例えば私は、その現地でもしもそういうことを伝えなきゃいけないってことになったら、もうめちゃめちゃな英語なんだけど、伝えるんですよ。Okay, let's talk about caffeine today. How many times do you take coffee or tea? Any other things? My suggestion is, if you feel some anxiety or you think too much about the future, or I mean, if you have some like
bad condition of mental. That means if your mental condition is not good, how about quit? Or how about stop taking the coffee or tea? Because the caffeine affects to your mood. The caffeine is effect to your mental condition. なんていうふうにこう喋るわけ。でも、今の英語って私とっさに喋ってるから、もうめちゃめちゃなんですよ。あの、英語ができる人が聞いたら、なんか今3単元の S 抜けてたよねとか、あの、how about の後は、あの、進行形にしないと文がおかしいよねとか、いっぱいいっぱい間違ってるとこあるの。any とか some じゃないよねとか、発音もに、ま、めちゃめちゃ日本語なまりだよねとかって言うんだけど、その、私の目的はカフェインを取ったら、特に今、心のコンディションが良くないんだったらカフェインを抜いた方がいいよっていう話をしたいときって、今のレベルで十分通じるんですよ。で、海外に行くと、あのね、まあ、アメリカは結構英語の発音とかぐちゃぐちゃ言う人いるんだけど、あのね、ヨーロッパとか、東南アジアとか、英語がそんなに主たる言語じゃない国では、十分声で伝わるし、私のその発音とか文法を直してくる人っていないんですよ。そこはオンじゃなくてアットだよね、とか。だから変な話、he don't like coffee って言ったって伝わるの。中学校ではそれ he doesn't だよ、三単元の S つけましょうね、とかって言うんだけど、he don't like coffee って言ってもね、伝わるんですよ。で、こういう、なんていうかな、上げ足取りみたいなことを気にしないで喋ってると英語って上手くなるし、そもそも言語の目的って道具じゃん。コミュニケーションの道具じゃない。ね。それはさ、その綺麗な英語コンテストみたいなところだったら別だよ。あるいはその歌ね、特に古典の歌。だからそのイタリア歌曲とかドイツリードとか私クラシックで勉強してたんだけど、そういう時にはちゃんと発音しなきゃダメだよ。ああすぐできねえな。カロミオベンクレリミオメンとかさ、ちゃんとこう綺麗な発音をしなきゃいけないジャンルもあるわけ。でも人間関係におきるコミュニケーションっていうのはさ、こう伝える気持ちが大事だと私は思っていて、そこでこうなんか言葉が変だねとか発音が変だねとかって、そもそもそのコミュニケーションの土台に乗ろうとしてないと私は思うんですよ。で、今日もう一個今日実はジムに行きながら考えてたのが、そのね、人の喋り方が気になっちゃう人っていうのは多分自分の本音を考えすぎて喋れないタイプなんじゃないかなって思ったの。どういうことかっていうと、これを言ってたらなんか相手に変に思われるかもしれない、これを言ったら相手に嫌われるかもしれないって考えすぎちゃって、なんかこうどう言ったらどういう言葉を組み立てたら相手に嫌われずに済むんだろうみたいな風に考えちゃって、うまく言えないタイプなんじゃないかなと思ったんですよ。変な話、相手に伝えたい気持ちがあるんだったら多少変な単語が混ざってても、例えばさ、心の金銭に触れるっていうのは心のこと線に触れるって言っちゃったとしてもだよ。うん。日本語が間違ってたとしても伝わると思うんだよ、相手に。うん。だからそれをさ、こう、こんな風に変な風に言ったらどうしようとかって、こう、自分を止めちゃう癖がある人たちなんじゃないかなって一個思ったのと、さっきの話に戻るんだけど、その上げ足取りっていうかさ、その、英語が皆さん上手くならない理由っていうのは、とにかくその、発音がとか文法がってことに こだわりすぎて、で、できない人を変にこう、笑ったり、嘲笑したりする文化も良くないんじゃないかななんて思っていました。ちょっと話がだいぶ脱線しちゃったんだけどね。とにかく何が言いたかったかっていうと、私は、少しでも、この私の熱量が届くように喋りたい、届けたいんですよ。本を書くときは別です。本を書くときは何回も何回も遂行して何回も何回も読んでね、ワードに書いたらさ、ワードを印刷して今度紙で一回全部読むんだよ。紙で読むとまた全然違うから、紙で読んで遂行して遂行してってすごい気をつけてやるんですけど、喋るときっていうのはやっぱこう、ね、熱量でこう皆さんに届けることが私はもうメインでやってるから、まあだからその気持ちはわかるんだけども、言葉、そういうつもりで聞いてもらえたらいいかなっていうこと。で、あまりにも私の日本語を気になるのであれば、なんでそんなに気にしちゃってるんだろう自分ってこう、自分に戻してもらえたらいいかなっていうふうには思います。これは別にその私がその自分の日本語が正しく使えてないことをから逃げてるわけではなくて、うん。ただその、一番の目的は熱量を持って皆さんに届けたいと思ってやってますよってことがちょっと伝わればいいなと思ってちょっとお話しました。これ動画にしようと思ったんだけど喋っちゃった。
このライブ、トレーニングするライブを告知して視聴者が5人とかしかいなかったら怒るからね。